モコガチャムクキッチンのお時間ですか？もう待て、もう疑う余地がないほどモコガチャムクキッチンのお時間です。そうでございます。あ、そっか、失礼しました。ねえモコ先生、はい、今日のお料理は何ですか？今日は私がどうしても食べたいものをお願いしちゃったんですよ、うん、え、何何ですか？じゃあ今日は僕の代わりにじゃあぜひお願いします。はい、わかりました。本日のお料理はブリ大根です。やったー、ブリ大根、ブリ大根、これからの季節にはぴったりですから ね、うん、ね、しかもね、ご飯が合うんだよね。そうなんです。それではモコ先生、早速よろしくお願いいたします。では始めていきますか。はい、クッキングスタート。ガチャピンチャンネル。さあ今日も始めていきますが、手を洗った後は消毒だ。はーい、ちょっちょっと、ありがとうございます。ちょっちょっと、私も。さあ今日はね、まずちょっとお湯、これを用意してください。お湯を沸かしておく、はい、沸かしておく。それとフライパンで作っちゃいますんでね、はい、今日はね、ちょっとこの切ってあるブリでいきますが、はい、それとブリ大根ですから大根です。はい、大根、バーンと立派な大根。まずね、こっち切り落としちゃう。今日はね、半月切りにしますので。半月切りって何回聞いてもかっこいいよ ね。確かにね、半月切りって ね、うん、でこうやって切ったら縦に切りましょう、うん、だから半月切りなんですかね。そう、こういう風な形になるので。おー、そう、なるほど。で、じゃそのまままん丸だったら満月切りというわけですか。あ、なんでそう言わないんだろう ね、輪切りになっちゃうんだよね。あ、輪切りなん、そう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 、てっきりなんかこう憲法みたいなの、手振り教師の満月切り。いやーよっ、むくかっこいい。さあ皆さん、ということでね、これが半月切りでございます。半月切り、パッとパッパッ、おー、見事に切られました。でこれをね、フライパンで調理していくんですけど、はいはい、ちょっとこの大根、えぐみを取りたいので、この熱湯にあら入れていきます。そうするとえぐみが取れるんですね。そう、えぐみが取れます。こういう一手間が大事なんだ。うん、ね、そう、よいしょ、このブリだ。メインディッシュ、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 邪魔してしまった。ちょっとガチャメ、モコ先生にディッシュしちゃダメよ。そうよ、ちょっとね、これでえぐみを取ったら、これでね、魚のね、臭みをちょっと消したいので、ちょっとここで熱湯をね、かけてあげるんです。歌せ湯、歌せ湯、熱くない？そうね、ちょっと歌せ湯にしてはだいぶ熱かったですね。でここでフライパンだ。よし、ちょっと油をじゃあ一緒に入れましょう。少量の油をね、入れていきます。油入ります。おーいっと、入りました、入りました。さあこのブリをちょっと皮の部分から下にして焼いていきましょう、はい。でね、こういった魚を焼くときは、ね、動かしたりせずにそのままで。ああ、そう、じっとま。さあもう大根入れちゃおう。はい、あ、大根入りますよ。入ります。ああ、そうね、なんか似てるイメージが強かったですけど、焼くんですね。あ、そう、焼いてね、うん、崩れにくくするために。で、あとちょっと焼いた方がやっぱり程よく香ばしく仕上がって美味しいので。あ、香ばしくは好きだよ。で、ここで僕は生姜だ。あー、生姜、生姜たっぷりでいくよ。行きましょう、行きましょう。もう生姜、生姜ねえな、もうたっぷり入れちゃってくださいよ。面白いね、なんか。これね、今それ言おうとしたのよ。生姜は温まるから ね。そう、じゃあ千切りね、ちょっと細く切っていきます。どうですか、色が変わったかな。変わってきてるの？変わってきてる？うん、来ました。繰り返してみよう。おお、いいね。いいですね。いいですよ。もう芸術的な焼き色だよこれ。そしたらここで調味料入れてっちゃいます。醤油。醤油。おお。ふわっとさせてちょっと香ばしく。で、酒とみりんだ。入りました。お砂糖入れちゃえ。お砂糖もいいね、いいね。甘めが好きだよ。で、それからお水で生姜、皆さんご覧ください、生姜が入ります。入ります。
さあこれでね煮ていきます。まあちょっとねさっと10分ぐらいでもいいかな。すごい旨味がもう出てる。ブリの旨味と大根の甘みがね。そうそうそう、さらにね、これは落とし豚来ました。火力を弱めていきます。よし、じゃあここで10分ぐらい待とうかね。待つその間は片付けだ。無理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 大根。いい感じだ。ちょうどいいタイミングだった。おー、やったー。やったー。止めていきます。うわー、でこれ、あんな短時間でこんな染みるんだ。そうそうそう。でもっとさらにこう味を含ませたい場合は一回冷ましてちょっと置いて、でまた煮て冷ましたりするとさらに味が入り込んでいく。お、いい感じね、盛り付けできたんだけど、やっぱここで味見だよ。やだやだやだ、それはもこ先生、もこ先生、もこ先生、味はどうですか。うまい。でしょうね。よし、オッケー、来ました。これはね、もう温まりますね。完成しました。定番のブリ大根の完成だ。やったー。じゃあいきますか。モコガチャムクキッチン。さて、さあブリ大根もできたことですし。あれ、もこ、それ何飲んでるの。なんだろうね。かー、これですか。これはね、南アルプスの雪解け水ですよ。これをね、ちびちびやりながらブリ大根をこうちょっとね、こうなるほど、ってやるのがこうね、おつなんですよ。なんか渋いね。渋いね、もこ。じゃあ、お二人の分もありますからね、この雪解け水を飲みながら乾杯しましょうよ。いいねじゃあ乾杯しますか。乾杯しましょう。乾杯。乾杯。ということで、寒い季節にみんなもぜひ作ってみてね。ものすごく美味しくてね、しかも簡単なんでね、ぜひぜひ作ってみてください。それじゃあ皆さん、またバイバイ。バイバイ。バイバイ。ね、それお酒じゃないよね。お水ですよ。